いわゆるネットでこの韓流ゴリ押しという噂が流れて、韓流ゴリ押しのフジテレビデモというのは2011年に起こるんですよ。東日本大震災の後です。いわゆる自粛っていう背景もあって、その中で日本のタレントさんも芸能活動を自粛をしているのに、韓流タレントばっかりゴリ押してるのがおかしいんじゃないかっていうんで、当時俳優の高岡壮介さんがツイートをしまして、これが盛り上がった。それがフジテレビ前デモにつながるんですけれど、その前からなんですね。で、ここの起点というのが、正確な日時的に言うとちょっと微妙になってるんですけど、今から20年ぐらい前の2004年とかそこら辺ぐらいから、これも本当にテレビを見ていないとわからないんですけれど、あの韓流ドラマの再放送というか本放送か、深夜だけじゃなく早朝とかまでも含めて、あとは午前中とか午後とか、これが結構流されるようになったんですね。で、その頃それなぜ言われたかっていうと、安いから。夢グループもびっくりするぐらい、社長安いとばかりに、安いので番組作ってるよりも韓流ドラマ流しといた方がいいと。まあ、テレビ局が銭金の話で流していたっていうのが、まあまあ、大方の見方です。なぜ20年前かっていうと、今のテレビ離れだなんだっていうのって、もうそれぐらいの前から始まってんですよ。ぶっちゃけで言うと、テレビ離れというのはファミコンの頃からテレビ離れって言われていまして、さらにスポンサー離れというのは VHS ビデオデッキ CM スキップされたら CM 見てもらえないから、テレビに広告出しても意味ないじゃないかっていうのがスポンサーの方からあって、だから CM スキップさせないようにインフォマーシャルだとかっていう工夫っぽいことをしていて、さらに言うと、これテレビ局自身もあれなんですけれど、衛星放送 NHK の BS が平成元年でしたっけ、それ以降各局が BS に CS にっていう形でガンガン配信していって、それと時を同じくしてケーブルテレビもどんどん普及させていったんですね。キャプテンシステムしくじりましたけれど、ケーブルテレビが次々と普及していった中で、そのケーブルテレビにも地上波テレビ流してたんですよ。要は多チャンネル化を自分たちでやったのがテレビ局で、それが明確に見える化したのが21世紀に入ったぐらいで、これはここにはインターネットも絡んできます。 Windows95 を起点とするならば、21世紀に入った時6年ぐらい経ってまして、もうパソコンの買い替えが2回目3回目ぐらいになっていて、さらに言うと1999年7の月じゃなく、この1999年に i モードが生まれるんですよ。ガラケーでネットにつながる時代がやってきたんですね。結局多くの人にとってみたら、誰かとコミュニケーションを取ってる方がテレビ見てるより楽しいってバレちゃいまして、まあ、そしてテレビ離れが加速していった中で、番組制作費を抑えるよりも、あ、ただ同然でこのコンテンツがっていうんで、韓流がゴリ押しされた。まあ、これがここに電通が関わっていたかどうか分かんないんですけれど、まあ、そのいろいろなメディアの多チャンネル化、文字通りのいろんな意味での多チャンネル化によってテレビ局の収入が減ってきて、そして番組制作費を削って、その分安く、とにかく尺を埋める、枠を埋める、放送時間を埋めるために韓流がゴリ押しされた。そこに韓国の方も、まあ、これずっと辿っていきますと、アジア通貨危機、あの国民全員が自分の貴金属とかを国家に提供してとかっていう、あのアジア通貨危機、そして日韓を共催によって経済浮上するかなと思ったら、それ以上の速度で中国が伸びてきちゃった。中国が伸びてきちゃいましたんで、ウィンって、韓国の方が、あれって感じになっちゃった。こうした時代的な歴史的な背景を踏まえて、韓国の方は、まあ言うなれば一発当たればでかいですし、装置産業に比べると、エンタメっていうのは比較的初期投資が少なくて済むんですよ。製造機械1個作るにもノウハウが必要ですし、機械を作らなければいけなくて、その機械を作るためのノウハウも必要なんです。いわば今だとホームセンターがあって100均がありますから、まあちょっとヤスリがないならヤスリを買ってくればいいのよって感じなんですけれど、ヤスリ一つ取ってみても、戦後の日本というのは、まあ
町場のヤスリ職人がヤスリ作ってまして、戦後のというかつい最近までそんな手打ちのヤスリとかが普通にあったんですね。で今もちゃんと作ってるところあります。ただやっぱ機械でリーズナブルなものが入ってくるようになったんで、町場のヤスリ屋さんは消えていきつつあります。ただどうしてもこのヤスリじゃなければいけないっていうのでまだ頑張ってる職人さんもおります。かようにものづくりというものはその土台を支えるって人たちの職人もいるので、やれ何かを始めようと思っても、お隣の国でなんかメモリー作ってんだ、よしあそこの職人引き抜け、あそこの職人引き抜けって、あなんかどっかで見たことあんな、どっかで見たことあんな、まあそういうパクリ、あ技術移転でものづくりはできなくもないんですけれど、完全にオリジナルでってなりますと、やはりエンタメ、まあ人間がやることに関しては比較的早くできる。だから景気が悪くなるとチキン屋さんと呼ばれる唐揚げ屋が増える。あ、それもどっかで聞いたことあるな。どっかで聞いたことあるな。まああれもまあ人がやるからなんですよ。人間が応用できる部分というのは人間さえ覚えちゃえば、まあそれでそれっぽくなりますんで、まあそこら辺もあるんですかね。韓国エンタメというところに目をつけた。しかしそのエンタメを国にっていうところ、これは日本ではちょっとピンときませんけれど、ただある程度の国家規模が小さくなりますと、まあそれをきっかけにそれをてこに広めていく、普及させていくっていうのはまあそういう判断した国があるんですねって感じなんですけれど、かように国家のレベルでエンタメを応援していった時には、まあそれなりの存在感を発揮させるっていうことは不可能ではない。というのは、舞台にしても、ドラマにしても、音楽にしても、それほど、半導体作るのに比べたら、初期投資ははるかに少ないんですよ。こうした、まあ、韓国と日本のテレビ局の事情等を普通に並べたときに、お隣の国がというだけではなく、日本のテレビ局が楽して儲けようとしたときに、お互いの利益が一致した。ましてや、このエンタメを、国策として韓国経済の権威役にしようとしていたムン・ジェイン前大統領とかがいたわけです。ただこれの流れが変わってきたという話、ネイバーニュースの方が紹介しておりました。こちら言語はですね、いわゆる BTS、あ、間違えてないけど間違えたっぽい、あの TBS では出世するにあたりまして、ハングルができないとダメらしいんですけれど、私 TBS で出世する気ないんで、ハングルできません。なんでこれはあの機械翻訳です。Google 先生による機械翻訳なんですけど、今年上半期の旅行収支65億ドル赤字。6年で最大ということで、まあこれ9000億円規模の旅行収支が赤字でして、まあざっくりと言うと1兆円レベルでの赤字が韓国出てるっていうと。つまりエンタメがと、K〇〇がと大騒ぎしていたんですけど、赤字なんですって。エンタメがって言っても、じゃあ本場韓国に行ってみようっていうお客さんが、旅行客がいない、少ないそうなんです。これについては、韓国の方もやはり国益がかかってますんで、真剣に考え始めた。ここで今韓国の方が中東シフトを始めたということなんです。まず、記事からざっくりと紹介しておきますと、今年の上半期、2018年以降、6年ぶりに最大規模の赤字だそうです。64億8000万ドルの赤字、今年半期で。で、韓国国内で使われたのが78億4000万ドルなんですけれど、外国で使った旅行支給は143億。つまり持ち出しになってるそうです。そして外国に出た方、韓国に来られる方、韓国から出てく人の方が多かった。まあそんな中で、韓国としては、韓国国内に来てお金を使ってもらった方がいいんですよ。もちろんインバウンドだけで国を支えるっていうのはむちゃくちゃだと思います。コロナがありましたように、景気の波に左右されます。ただ、K-POP などのコンテンツが売れても、そのコンテンツに携わっている人しか利益にならないんですね。一方、韓国国内にお客さんがやってきてくれますと、飛行機、電車、バスタクシー、飲食、クリーニング、お土産もつけとこう。
のように広がりが出てくるわけですよ。日本がインバウンドのみ、インバウンドを経済成長の柱にしようとしてる土地狂ってんじゃねえかと思いますけれど、まあ、しかし海外にエンタメ作品を売るよりも、売るだけではなく、それ以上にやっぱり国内に来てもらった方が、いろいろな人が、国民が、韓国の国民が利益になるわけですね。で、その中で、こちらですね。中東諸国に対するマーケティングを強化して、医療観光ですね。まあ、それこそご自慢の軽貿易ですよ。新型コロナの時に、あっという間に自動装置によって、PCR 検査が完了すると、テレビ朝日、羽鳥慎一のモーニングショーって、玉川徹さんが大騒ぎをしていた、軽貿易。軽貿易。まあ、これについてはその後どうなのかなっていうところあるんですけれど、まあ、しかしこれは、東アジアのきめの細かさというのは、世界で見たときに、やっぱりちょっと桁が違うそうなんですね。そこでこの医療というものの観光を、これ日本も医療ツーリズムということで言っている中で、パク、パク。まあまあまあ。みんな同じような発想になるっていうのが、まあマーケティングの一つのアプローチなので、パクったとかは言えません。ただこの医療ツーリズムっていうのも必要で、で、しかも、中東と言いますと、オイルマネーですよ。いくらお金持ってたって健康買えないわけです。いや、ある程度買えますけれど、そうなってくると、中東の方に、韓国に来て、これまでは、言うなれば、美容整形ですか？美容整形。ただ、これもやっぱり限界があるわけですよ。それを良しとする国、文化もあって、卒アル見ると、この人誰？卒業アルバムを見ると、この人誰？っていうようなんでも、でも今が良ければいいのよっていう形の、それを認める国もあります。しかし、そうじゃない国の方が多いんですよ。もちろん、この整形だとか、自分をきれいにすることを私は否定しません。しないんですけれど、多数はどっちかっていう話。先祖韓国に来て コスメ感覚でメタモルフォーゼ、コスメ感覚でメタモルフォーゼってあれだけ自慢してたんですよ。しかしそれではなく、医療観光、そしてマイスという、これはあのコンベンションセンターだとか国際会議だとか、まあ、こういうイベントごとをやってお客さんを招こうという方向になっている。これはマーケティングの視点から見たら、むしろ健全です。インバウンドというお客様を招いて、それを経済の起爆剤にしようっていうのは、と思いますけれど、その中でエンタメだとか、あるいは美容整形のみよりは、まともなのかなっていう気はします。はい、翻りまして、日本は、というと、相変わらずの韓流ゴリ押し。これは一部ネットでも話題になっていて、まあ明日の番組でそこ取り上げるんですけれど、京セラドームで9月7日8日にやりました韓流の音楽イベントがガラガラだった。これについてですね、もう韓流の実力はそんなものだって言ったら、まあそんな気もしなくもないんですけれど、ただ実際のところ重要な背景情報を示しておきますと、初めての日本国内で開催される韓流の音楽イベントって言うんですけど、そのイベントが日本国内で初めてなだけで、あちらこちらで、例えば埼玉スーパーアリーナだとか、あちらこちらで韓流イベントやってますんで、もうみんな見てる。見ている上で、しかもそれでもまた今回、チケットが余ってるというようなチケットが売れなかったんであれば、やはり韓国の観光公社その他の国益として取り組んでいる海外への事業展開の中で、ルックイーストとばかりに日本に売り込み、日本から金を巻き上げろと思ったら、しけてるな、というよりも、あれ、日本にってやってたら、あれ、韓国の皆さんが、日本に旅行に行ってる？あれ？どうした？ということで、先ほどのネイバーニュースの方によりますと、日本国内にインバウンドに来てる外国の方のうちの4人に1人が、韓国の方来てくれてるそうです。つまり韓国が、K-POP が、K-エンタメが、K-貿易が、とかってやっておきながら、その韓国の皆さんが日本に来ちゃってる。圧倒的に日本に来ちゃってる。韓国としては、面白くねえだ。というわけで、ルックイーストからルックウエスト。中東の方に、オイルマネに、お金持ちの方に行って。はい、そうなってくると、今度テレビというのはどうなるのか、ですね。
それまでも楽して儲けよう、楽して儲けようと思っていたら、チケット買ってくれない。チケット買ってくれない。しかもここにですね、情報構造のフローからストックへの変化があるわけです。どういうことかというと、そこに行って、旅行に行って、その地が良ければ、その記憶は、今までは記憶だけだったのが、SNS で拡散することによって、みんなの記憶になるわけです。すると観光客が次から次へとやってきて、過去最高劇を叩き出す我がジャパンと、そうでない国はそれなりに、しかもこれはネットワーク効果で、逆効果っていうのももっと激しく逆効果になっていくわけです。そんな逆効果どことは言いませんよ、逆効果の集中砲火のようになってしまった、るつぼどつぼのような国になってしまった、まあ、そうした地域のコンテンツを宣伝しまくっているテレビというものは、まさに自滅の刃、自滅の快進撃が止まらないというのは、このマーケティングの視点から見た時にも明らかなんじゃないかな。政府が履かせてくれていた高い下駄が外された時に、韓国は自分たちで必死に生き残ろうとして、今度はオイルマネーも含めて医療ツーリズム、こちらの方に舵を切ってシフトを切ろうとしている。それはどんな形であって、自分たちで必死に生き残ろうとしているから。一方とにかく仮パクでもなんでもいいからね、安いものにね入れとけばね、ほら枠埋めとけば、尺埋めとけば、ほら見るだろ、見ない、まあ、まさにですね、グリム童話のような説教じみた、教訓じみた話がこれから日本のテレビ界隈で拡散というか共有されていくんじゃないか、面白い出し物が見られそうな気がすることを、まずメルマガメンバーシップの皆様と共有しておく、今日この頃でまた。